あの歴史的大人気シリーズがついに完結。今からでも間に合うルローニケンシン。時は幕末、伝説の人斬りと呼ばれた男日村剣心。俺はもう二度と人は斬らない。殺さずの誓いを立て、明治維新後刀を捨て日本中を旅していた。お前が噂の人斬り抜刀斎か。あら、いくつもの試練を共にする仲間たちと出会い、新時代のために戦うことを決めた剣心。死闘を繰り広げた数々の最強の敵たち、その中には同志となった者もいた。剣心はその魂と絆とともに新たな時代を歩み始めたはずだった。奴の頬にまだ十字傷はあるのか。やはり話すべきでござるな。最後の敵は剣心が生み出してしまった最強の敵、鬼才大友剣士。ワンオクロックの曲が彩る壮大なフィナーレ。お前を止めねばならぬ。究極のクライマックスを見逃すな。ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル。